ミリオネア戦、いわばお金持ち、金運に愛された手相についてお話をしたいと思います。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。金運年間7番目突破記念書店購入キャンペーンをやっております。金運が上がるご付や金運年間本編未収録カレンダーをプレゼントします。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。昔クイズミリオネアというテレビ番組があって面白くって毎週見ていましたが、ファイナルアンサーつい行ってみたくて、すいません。ミリオネアとはミリオンに設備語がついていて、ミリオンセラーっていう言葉もある通り100万という意味です。ただ英語ですので、ミリオネアは100万円ではなく100万ドル、今だと1億3000万ぐらいを保有している、いわばお金持ち、富裕層を指すようです。話がだいぶそれましたが、今日はそんなお金持ちになれるかもしれないお金持ち戦、ミリオネア戦、金運に愛された手相についてお話をしたいと思います。まずはじめに友人そのつながり、青木メル T 社の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。まず一つ目、神秘十字線です。聞いたことある方多いんじゃないでしょうか。神秘十字線はいろんなパターンがあるんですが、共通して信仰力があったり神仏のご加護を得られた人に現れる線と言われています。霊感、直感、洞察力があります。このように十字になっております。ここでの意味は、霊感とは人の祈願に対して現れる神仏の反応、神様から受け取る啓示。直感力とは推理理論ではなく瞬間的に物事の本質を捉える力があることを指します。洞察力とは普通の人では見えないところまで優れた観察力で見抜く力がある、ずば抜けた力が発揮される方です。神秘十字線は神様、ご先祖様から守られている証とも言えます。知能線と感情線の間に現れる線と言われます。その中でもこのようにくっきりとした神秘十字線、この場合は直感能力がとても高い、信仰心も強い、普通の人が見えないものが見えたりする、不思議な運気を持ってたりします。自分が困っていても不思議と助けられたりしたり、奇跡的な経験をされることもあります。ただ気をつけなければいけないのは、ちょっと神がかり的になりすぎてしまうところがあります。例えば神様がこう言ってるからこうするなど、周りがついていけなかったりする場合もありますので、周りとのバランスを取るのも時には大切です。このようにしっかりある神秘十字線の方がより力があります。二つ目は月球です。月球は線ではなくって、この小指の下ぐらいの大きな膨らみのことです。はい、ここの膨らみが大きく発達している方ほど力があります。発達しすぎると力がありすぎるとも言われますが、ほどほどが一番いいとも言われているんですが、肉親以外との関係が強いと言われています。故郷以外で力を発揮したり、他人とか他居という自分以外の方からの助けがあります。ですので故郷以外に行った方が開運しやすいと言われてるんですね。また月球が発達している方は感性が豊かだったり、五感が豊か、企画力が得意だったり、イマジネーションやクリエイティブだったりします。アイデアがどんどん湧いてくるタイプですね。ロマンチックだったり理想や夢などを描きやすいタイプです。文学や漫画家さんに多いと言われています。ノーベル文学賞を受賞されている方もここの月球が発達している方が多いと言われています。アガペーの愛と言われますが、無償の愛と言いますが、見返りを求めない愛を持っている方も多いです。三つ目は引き立て線になります。先ほどの月球の部分からこの運命線、そうですね、この運命線に伸びる線になります。
運命線までは行かない線です。引き立て線は運命線にまっすぐ伸びる線で、月給が先ほどお伝えしましたが、他人とか他境とかと自分と血がつながっていない人からのサポートがある、助けてくれるところです。この引き立て線があるととても有利で、ご先祖様がもともと人のために尽くしてくれたからこそ出ている線と言われています。地元以外のところで何か助けていたような行動をしたからこそ出る線と言われています。自分の力ではなく周りの力で開運する、特に目上の人、会社なら上司や先輩、なぜか助けられる、本人の力を超えた力が働く、それはご先祖様の行動からもたらされているかもしれません。ちなみに引き立てられる条件は3つあって、1つが自分の立場をわきまえている人、2つ目目上の人を敬っていること、馬鹿にしてたら難しいです。3つ目は目上の人を必死にサポートしている、この3つが条件です。この1、2、3全てをできていると引き立て線がより濃くなると言われています。この線がある人は意識をされるとさらに強くサポートされます。その引き立て線でも実は種類があって、くっきりとした引き立て線が出ている方は目上の人との出会いに恵まれます。会社が良かった、いい上司に当たった、いい部署に入ったなど、非常に仕事の面でも恵まれます。線が薄い場合は濃い方よりは恵まれにくいですが、でも恵まれています。先ほどの3つの条件を意識すると濃くなってきますよ。4つ目はダブル引き立て線です。先ほどの引き立て線が二重に出ている人はとてもパワーが強いです。強い引き立てで強い開運をします。2人以上の目上の人から助けられたり、また普通の倍以上の力を発揮してとても恵まれやすいです。そしてやはりパワーも2倍ですので、比較的若い頃から恵まれやすいと言われています。早い方は10代20代前半から引き立て力が発揮されていきます。もし今なくてもさっきの3つの条件を意識していけば濃くなっていきますし、もしかしたら引き立て線が出てくるかもしれませんので、目上の方を敬う意識を忘れないで過ごしてみてくださいね。以上4つの線でした。いかがだったでしょうか。中には10代20代と早い段階から才能が開花する方もいらっしゃって、今回のような手相のお持ちの方もいらっしゃいます。ただいつもお伝えしているように、手相は少し先のことがわかりますが、必ず決まっているわけではありません。すごくいい線があったとしても何も行動しなかったら何も起こらずに過ぎてしまいますし、線がないからって運が悪いわけではありません。考え方や習慣などが変われば手相も変わっていきます。もし健康に要注意の線があったとしても、今から気をつけて食生活や運動など見直していけば大丈夫です。また手を柔らかくするストレッチをして、素敵な手相、素敵な未来を切り開いていきましょう。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それではその動画でお会いしましょう。